無事できました。だからそうよかった。そうだからね、もう今日から新しい携帯やったねやったねって。はい、そんな感じです。フレコン順調だって。順調です、すごく。そう、今日もレッスンしてきまして、みんなで。そう、もうねすごいよすごいよしか言わない。楽しみにしてください。はい、そう、そして明日は成人式でございまして、そう、いろんな方に楽しみって言ってもらえて、そう、メンバー、いろんなメンバーに、そう、嬉しい。あやみんとかも明日写真楽しみにしてますって言ってくれたり、そう、ドラニーのみんな、マチェリンも含めてドラニーみんな、そう、みんなも楽しみって言ってくれたり、そう、もうオカリナとかに関してはね、もうね、いいな二十歳ってなってましたそう、そう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 だよねと思って。オカリナはね、そう、もうあより年上だからね、そう、もう終わっちゃっているけど、2年前かな、オカリナは。そう、そう、みんなそう言ってくれて、メンバーのみんなが今日すごい嬉しかったから、嬉しいです嬉しかったから嬉しいですっていう嬉しい。そう、いっぱい写真撮っていっぱい載せようと思ったでもそんな撮る時間あるかなと思って、なかったらちょっとね、ちょっと遅くなるかもしれないけど、家族に、ママに撮ってもらったりか、それでも撮れなかったら明日もう撮れないってなっちゃったら、あ、前撮りじゃなくて、そう、誕生日20歳になるのが2月だから、そう、後撮りなんですけど、そこになっちゃうかもしれないけど、まあどこかで絶対撮りたいと思って、でも明日撮りたいよね明日撮りたいと思います。全身撮れるかなって気持ち、撮れたらいいなって気持ちです。楽しみだな、だって楽しみにしてね、そう、もう楽しみすぎて、あゆはね夜いっぱい食べた夜いっぱい食べたっていう、そう、夜いっぱい食べました。そう、でもひななさんいるからさ、ひな車で撮ってくれそうじゃない？って思ったひななさんも忙しいのに撮ってくれそう。ひななさん撮ってくださいって言ったら撮ってくれる、いつも。ひななさんって言うと撮ってくれる先輩に。でもね、そう、みんな多分明日は忙しいと思うから、なんか撮れそうだなみたいなタイミングがありそうな方に撮ってもらいたいと思います。です、そうします。はい、そんな感じです。楽しみにしててください、写真お願いします。そんな感じ。
そう、まあでもそうだよ、みんな振り袖、振り袖は着物を選ぶ時ぶりに着るから、そうみんな前撮りじゃないですか基本的に。そうだから、だからなんていうんですかね、その着物を選んだ時もちゃんとはやっぱ着れてないわけだから、本当にちゃんと着るのが明日が初めてなんですよ、着物じゃない振り袖を。そうちゃんと着るの初めてだから、どうしようねって気持ちいやでも多分一番どうしようって思ってるのは着させてくれる方だと思う本当に。そうそうそう、初めてやるからさ、うおーってなりそう絶対なるよね。そうなりそうだって思いましたそう、ね、そうそうそう、ネイルはするの？だってあゆねしないですね。そうしない、そうする時間がなかったっていうのもあるんですけど、だからやるはやれないけど、そうだから爪は見せていかないスタイルどんなスタイルって感じだよねです。何色かなって来てる。何色だと思います？言わないけど言わないけどっていう、言わないけど何色だと思いますか皆さん。読まないね一応、ちょっとなんか反応で、もしさ正解があった場合反応でバレちゃ嫌だから、ただ見ておしまいにする、愛の中で。うん、うんっていう、うん、まあ正解があるかないかは明日お楽しみでお楽しみでって、はいです。髪型もね、そうなんだろうって書いてくださってた方いると いたんですけど、髪型もまあお楽しみにしててください、はい、今年の新成人はね12人ですね。12、そうちょうどエイトさんが6人、 AKB4、 そうエイトさん以外のメンバーが6人っていう、そうすごいよね、綺麗にそんな分かれちゃうっていう、すごいすごいって思った。そう66っていう、すごいよね、びっくりした。あゆそうそうびっくりしちゃう、綺麗に66なのが驚きって感じ。新成人の抱負を聞かれるかもしれんだって、あ考えないと考えないとっていうか、なんか本当にそう、なんか考えると逆に言葉詰まっちゃうんですよ。なんかこれ忘れ、なんかその考えたことを忘れちゃう場合あるじゃないですか、その時に詰まっちゃうから基本的に。そうなの、あの生誕祭とかも考えないでやってる。そう生誕祭は特に忘れた場合なんかもうオロオロしちゃうから、それなら考えないでもうパンってね言った方がいいなと思ったから。でも明日はさすがに考える今日考えておく、ちゃんと言う、なんか変ななんて言うんですかね、言葉の組み合わせにならないように頑張る。そうなぜなら大人になるからなぜならっていう
なぜなら大人になるので。はい、あ、明日の午前中の天気曇りみたい。